皆さんこんにちは。福岡一の美少女として瞬く間に人気女優への階段を駆け上った今田美桜さん。圧倒的可愛さとスタイルの良さを兼ね備えており、男女問わず人気ですね。今田美桜さんといえば大きく力強い目が印象的ですよね。演技で見せるあの目は役作りと分かっていてもゾッとしてしまうほどです。そのため普段はとっても可愛い今田美桜さんも目が怖いなどと言われてしまっています。さらにお顔が整いすぎているために整形疑惑も浮上しています。またそんな今田美桜さんはどんな実家でどんな家族のもとで育ったのでしょうか。そこで今回は今田美桜さんの整形疑惑、実家、ご家族について調べてみました。最後までご視聴いただけますと嬉しいです。まずは今田美桜さんのプロフィールを簡単にご紹介します。名前、今田美桜。生年月日、1997年3月5日。出身地、福岡県福岡市。身長、157cm。血液型、A 型。趣味、語学勉強。特技、博多弁の早口言葉。殺人、アクション。乗馬、中国語。職業、女優。ジャンル、ドラマ、映画、CM。事務所、株式会社コンテンツ3。今田美桜さんを見て誰もが最初に見てしまうのが目ではないでしょうか。パッチリ二重で大きい、女子なら憧れてしまうような綺麗な目ですよね。今なりたい顔ランキングでは上位に来ています。モデルとして活動されている時はそこまで感じないのですが、やはり演技をすると目の存在感が強すぎてネットでは様々な声が上がっています。目を見開く演技怖いしやめた方がいいと思う。目に恐怖を感じる。整形顔で不自然。カラコンつけなきゃいいのに。確かに演技ではよく目を見開くイメージはありますが、個人的には目で演じる女優さんだと思っています。演技をして世間から怖いと思われるのは女優として褒め言葉だと思いますし、そんな役をやりきって完全にハマっている今田美桜さんに好感を持っています。またパッチリお目目がゆえに今田美桜さんには整形疑惑が上がっているんです。幼少期の画像と現在を比較してみると、幼少期から全然変わっていないように見えます。しかしこれを見ても整形については賛否両論で、整形前の目が良かった、目頭切開してる、整形した人にはわかるといった声や、幼少期から目大きくて可愛いじゃん、どこが整形なの、変わってないと見る人によって意見は大きく分かれていました。確かに写真を見ると一時期目の二重を作ったように腫れた、違和感のある時もありましたが、幼少期を見ると昔から目はしっかり二重で黒目も大きいです。何より整形を否定するかのように公式ホームページにも幼少期から現在までの写真が載っています。続いて今田美桜さんの実家について調査しました。今田美桜さんは福岡県福岡市立優先中学校に通っていたと言われています。また2019年放送のおしゃれイズムに出演した際には母校に訪問するという企画で福岡県立福岡高林館高等学校に訪れていました。また今田美桜さんは高校2年生の16歳の時に福岡市天神新天町でスカウトされモデルデビューをしていることから、福岡市中央区あたりに住んでいたと考えられます。次に今田美桜さんの実家はパン屋という噂があるので本当なのか、またお金持ちなのかについて調べてみました。今田美桜さんの実家がパン屋を営んでいるのは間違いないようで、バラエティ番組明石家さんまの転職で転職でも紹介されたようです。店名、おやつスタンド今田08に揚げたてのカレーパンが食べられるだけでなく、片手で食べれるスティックチーズケーキが人気で、手土産としても好評のようです。しかし以前まであった公式インスタグラムのアカウントは現在閉鎖しており、パン屋の口コミなどの投稿がされていた SNS も2020年以降投稿がなく、お店に行ったという投稿もないので、現在営業しているかは不明のようです。また実家がお金持ちなのかという情報は調べてみても分かりませんでした。では今田美桜さんの家族構成について紹介していきます。今田美桜さんの家族構成は、父親、母親、今田美桜さん、妹、
弟の5人家族で、今田美桜さんは3兄弟の長女のようですね。では家族それぞれどんな人たちなのでしょうか。父親から順に詳しく紹介していきます。今田美桜さんの父親は一般人のようです。高校卒業後、大学に進学せずに東京で本格的に女優としてお芝居をやりたかった今田美桜さんですが、お父さんは猛反対だったようです。しかし学校の先生や事務所の社長からの説得と、22歳までに形にすることという条件付きで、ようやく東京での芸能活動の許可が下りたのです。その後2019年に今田美桜スタイルブック今を発売し、このスタイルブックをお父さんが買ってくれた際、こんなラインをくれたそうです。22歳のタイミングでそういう話をしてなくてごめんね。だけど今はあなたを信じてその道に進ませてよかったって思います。今田美桜さんのインスタグラムでは、お父さんが家に来たり一緒にお寿司を食べに行ったりするなど関係は良好のようです。またお父さんは野球観戦が好きなことから、福岡ソフトバンクホークスの試合を見に行ったり、夏にはキャンプに連れて行ってくれたり、家族を楽しませてくれる素敵なお父さんのようです。次に今田美桜さんの母親について紹介していきます。今田美桜さんの美しさからも分かる通り、お母さんもかなり美しいという噂です。父親同様母親も一般人です。ですがおやつスタンド今田082というパン屋さんは、お母さんが運営から経営までしているようです。お母さんは今田美桜さんの出演した作品などの感想を送ってくれるようで、今田美桜さんの活躍を応援してくれているんですね。続いて今田美桜さんの妹についてです。妹さんは1999年生まれの2歳下のようです。実家のパン屋の手伝いをしているという情報もありました。また今田美桜さんの妹が HKT48 の今田美奈さんではないかという噂がありますが、これはデマだということが分かりました。出身地も福岡県で同じであり、名前も美桜と美奈で、字も似ていること、そして誕生日まで同じということから双子ではないかという噂もあったようです。しかし実際には妹さんは今田美桜さんの2つ下なので、この噂はデマだということが分かります。最後に今田美桜さんの弟について紹介します。こちらも一般人のため詳しい情報はほとんどありませんでしたが、弟さんは今田美桜さんがデビューしたての頃にグラビアの仕事をしていたことから、よく友達から冷やかされていたというエピソードがありました。しかし今田美桜さんを避けることもなく、普通のお姉さんとして接してくれたようです。優しい弟さんなんですね。残念ながら名前や年齢は公開されていませんでした。いかがでしたでしょうか。今回は今田美桜さんの目の整形疑惑やご家族について調査しました。意見は真っ二つに割れており、体型やカラコン、メイクでかなり変わってくるので、個人的には整形はしていないのかなと感じました。二重に違和感があった時は目に何かあったのかなとは思いましたが、昔から大きな目でした。もし整形をしていたとしても、今田美桜さんは今田美桜さんですし、今がとっても可愛くて、あんなお顔を手に入れられるなら私は良いと思います。今後のご活躍も楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。